なんてこったい、ゴスケ屋でございます。前回の動画と何も変わらないようなことをしております。まるでこう巻き戻したみたいでしょ。タイムマシンに乗ってちょっと前に戻ったような気分になっております。なんとなんとね、あ、今メッセージ来た。なんだって？あ、じゃあ。1時間半あるな。よし、間に合う。さっきさ、あのうちのライダースミニウォレット、納品してきたんですよ。あ、これあとあとしてさ、こう行く途中になんかね、ざわざわと胸騒ぎがしたんですね。でさ、指示書みたいな、まあ注文表みたいなものね、行く途中でふと信号待ちで見直したんですよ。もうね、顔面真っ青、顔面蒼白。なんとなんと、ライダースじゃなくてこっちのゴスケやマルチケースの方ね、ミニマリストの皆様にご好評のような、まあカードとか折ったお財布とかが入るような感じの小さい方のサイズ違いだったんですよ。また色も片っぽネイビーでね、もうなんだろう、この思い違いというか、なんというか、完全に私やらかしました。でね、でですよ、普通は作り直してきますんですよね。はい、ところがですね、このとっても良い社長がおりまして、そのまま納品させていただきました。まあ、向こうも新商品ということで、もうね、強制的な間違えたふりした営業じゃないんですよ。そんなことはするつもりなかったんですけど、でやっぱ申し訳ないんで、そこまでしていただいてね、僕が勝手に間違えただけなのに、快くそれを受け取っていただきまして、注文した以外のものを納品して、それも買い取ってくれるというね、素晴らしいお店でございます。もう私はこのバカ野郎はもっとちゃんとねしろよと自分で思っておりますが、せめて僕はね、向こうもやっぱお客様がいるんでね、納品困るだろうから、今日中に持ってきますといったことで、まあ午後なんでね、5つぐらいならなんとかなるだろうということで、今作業をしております。まあいくら急いでも雑にはなってはいけません。丁寧に急げですかね。よいしょ。もうね、このやらかしったらもう自分でびっくりよ。いくら急いでも手を抜くな。焦るな。頭はクールに。まあこう、こんだけ長くやってるとさ、やる気が出ない日もあったりするんだよ。でもね、こう逆にさ、やばい、迷惑かけちゃいかんと思ったりすると、
一気にスイッチ入るよね。時間との戦いでございます。まあね、納期全然大丈夫だ、間に合ったなんて思ってたらなんてことね。とんでもないやらかしが待っておりました。しかし大丈夫、こんな動画需要ある？まあいいか、私の日記みたいなもんだからね。もう笑ってやってくださいませ、ざわみろと。でもね、本当決してわざと間違えたわけじゃないですよ。その誰に言い訳してんだって話だけど、わざとではないです。結果的に売り上げは伸びましたが、急げ急げ。あ、でもまあ余裕はあるかな。本当ね、逆に申し訳ねえなっていう気持ちになりますわね。こっちから行こうか。まあいくら急いだところでそんなに早くなるわけではございません。常日頃からこういう効率とかね、どうやった方がいいみたいなのは追い求めておりますので、逆にこういう時に詰められるかというと大して詰められやしません。いいんだか悪いんだか。なんだろうね、このうまく表現できねえ気持ちは。十分焦ってるよね俺。焦ってもクールでいこうみたいな。そう、やらかすじゃんこういう時って。だから集中して、頭はクールに、気持ちは焦れが正しいかな。いいから黙ってやれよって話なんだけどね。うん、まあこんな時もいいよね。M13 ね、作業性がいいからこうやってバンバンいけるでしょ。乾燥時間が短いんで。しかしこれを書いてる現在、薄め液がもう在庫が100ミリのちっちゃいボトルしかございません。申し訳ございませんこんな焦ってる時でも自分とこの商品の宣伝をしているという下水野郎でございますが、肝心なその商品がないというね。でこれ M13 ってさ、ほら荒らさなくても荒らさなくても、銀面荒らさなくてもバチッとつくんですよ。でもあらしたがもっとつくっていうね。だったらやるだろうって、いくら焦ったたところで。あ、これも入荷待ってくださいね。あっ、ね、焦ってるのでこうやってちょんちょんってこうやったりするんだよ。そう、何やってんだ俺みたいなね。
そう、もうこれここは塗ってあるじゃん。だからここに今荒らしたところにボンド塗ってペッて貼ればバシッとくっつくって寸法なわけ。いろいろね、こういう工程を見直してみるのも面白いと思いますよ。てなわけで動画を撮り始めて10分、あと10分じゃ上がんねえかな、あと20分間に合うと思います。じゃあね。